2B2 のトーキンリズム&ブルース。仙台のライブが延期になりました。はい。ということで。これね。まあちょっと地震があったのでね。そうだね。ちょっと、まあ今はやめといた方がいいんじゃないかというような判断で、うんうん、まあみんなで話し合って決めましたけど。うん、結構揺れた？シュウ君とこも。俺もね、ちょうど寝ようとしてたのよ。うん。で、こう、パソコンとかをちょっとさ、うん、電源を振って、うん。と思ったら、あれ？ってなんかさ、ちょっとさ、お尻のあたりがこう、ゆらゆらっとして、うんうん。であ、なんか、椅子がなんかちょっとこう、ぐらぐらしてるだけなのかなと思って、うん。そしたらね、その、1分後ぐらいかな、うん。ぐらっと来て、うんうん、おお、結構長いみたいな感じで。なんかね、うん。うんうん。ちょっとびっくりしましたよ。僕の方もね、僕はもう寝てたんですけども、うん、あ、揺れたと思って、うんうん、で、目が覚めて、うん、だけど、大きい地震の時ってやっぱ結構長いじゃないですか、揺れが。うん、そうだね。で、うんうん、あ、これはちょっと長いなと思って、うん、で、起きてちょっとドア開けたりとか、窓を開けたりとかしたんだけど、うん、そうこうしてるうちにその大きい揺れは収まってきたんだけど、うん、あれですよ。だから、あの 3.11 の時に我々も味わった、うん、あの、うんうん、地面がずっと横滑りしてるような揺れ。ああ、うんうんうん、あれがなんか数分間続いた感じがして、はい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 。ぬるぬるぬるってさ、そうだね。床がさ、ちょっとこう、滑ってね、横にゆらんゆらんしてるというかね。そうそうそう。で、うんうん、いや、これはなんかその時を思い出してしまって、うんうん、何かまたどこかでよからぬ、こう、災害になってないかなと思ったんだけど、うんうんうん、まあ、案の定ね、東北の方で、またその、同じぐらいの強さの揺れがあったということで、うんうんうん、まあ、ちょっとね、まあ、大変な思いもされてる方もいらっしゃると思うんですけども、そうだよね。うん、ね、まあ、ちょっと、まあ、ライブに関してはね、うんうん、もちろん地元の方も、たくさん来てくれてると、来てくれ、出さると思うんですけども、地方からね、来られる方も、いたと思うので、うんうんうん、ちょっとその交通の、便難度が、まあ、新幹線もね、脱線して止まっちゃったりなんかしてますから。そうだね。うんうん、ちょっとまあ、その辺の方たちのことも、考えたりなんかすると、ちょっとなかなか、今のタイミングじゃないのかなということで、うん、まあメンバー一同いろいろ考えたんですけど、まあちょっと延期という形でね、うんうん、やらせていただきました。ただ、延期なんですけども、ちょっと具体的に日付が見えてきて、そんなに遠くない未来にね、うん、開催できる感じなので、ぜひね、楽しみにしていた方は、もうちょっとだけ待っていただけたらね、我々必ず行きますので、そうだね。お待ちいただけたらと思っております。うんうん、はい。ちょっとお待たせしてはしまうけれども、うん、もう全力でぶっ飛ばしていきますんでね。そうなんです。はい。ぜひともその、延期の日程が決まったらまた、ホームページなんかでもね、うん、いや、もうそこでお知らせしますから、うん、ね。お願いいたします。もうちょっと待っててほしいということでございます。はい。というわけで、うん、まあ、ライブはちょっと延期ということでね、はい、なったんですけども、うん、先週か、うんうん。レコーディングしてたね。そうなんですよ。我々。今年に入ってね、ちょくちょく定期的にやってる、もう、例のやつですね。我々にとっては。プロジェクト例のやつが。まあ、そこに入ることによって、うん。あ、バンドやってたんじゃんっていうことをね、思い出すための、作業に近いというかね。そうか。レコーディングってね。だっていつもはさ、うん、そのアルバムを出しますよって決めて、うん、で、なんかまあツアーの日程なんかもう先に決まっちゃって、うんうん、で、じゃあこの日までにカンパケるからって言って、うん、だいたい2週間ぐらいかね。いつも例年というかさ、ワンアルバム撮るのね。で、その期間は、うん、ダーッと入るじゃないですか。うんうん、だから確かにそれとはちょっと違うもんね。このやり方あんまないっていうか、俺らは、うん。別にその、どこどこを目指してっていうことではなくて、もともと、だからその、もうバンドであるんだぜ。曲を作っているんだぜってことをね、うんうん、再確認するための
まあ、行為に近いんですけれども、うんうん、あの、まあ、去年からもね、ずっと、あの、時々入ってるんですけども、今年はちょっとね、まあ、短い期間で、あの、うん、入ることになってますけれども。あ、そうだね、そうだね、うん。あの、ただやっぱりね、レコーディングを、まあ、知っていかなきゃダメだなっていうの思いますよね。バンドである限り、うんうん。ライブだけになっちゃうと、それはそれで、うん、あの、うん、なんていうのかな。あの、全部使ってなくても、こう、もったいないなと思うんですよね。クリエイティブなところを使わないっていうか、あの、もうだから、スポーツっぽくなっちゃうと、あんま面白くなくて。あ、そうか、そうか。やっぱり音楽は、あの、スポーツとは違う感動を届けるものだから。なるほど。あの、やっぱりさ、人がこういうことをやるのかとか、まあ、こういう表現をするのかってとこでさ、うん、なんかこう、思いを届けるものだと思うんですよ。うんうんうん。そういう、まあ、根源的な部分に、うん、この人たちが、まあ、どんな曲を作って、どんな演奏をするバンドなんだっていうことっていうのが、うんうんうん、バンドっていうもののさ、あの、表現の、まあ、完成形だと思うんですよね。うん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 、これがあるからバンドやってるってことだと思う。うん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 、うん。だから、その、まあ、クリエイトするって部分はね、まあ、でもそれでも、こう、コロナの自粛期間から、あの、定期的に続けててよかったなっていうのはすごい思いますよね。そうだね。なんかね、やるたびに、もちろんね、それぞれのみんなの、こう、演奏のクオリティも上がってると思うし、うんうんうん、で、なんかこう、音に対してね、どういう音にしていこうかみたいなところも、やるたびに研ぎ澄まされていくような感じがして、うん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 、これはなんかね、ちょっと、まあまあね、聞いてもらってない、ね、皆さんに、言葉だけで伝えるっていうのもちょっと、もどかしいんですけども、うんうん、なんかいいものができてるなっていう手応えをね、ね、感じてますよ。そうだよね。我々、こうやってる側の、うん、あの、感覚としては、はい、かなり、いいものができてるっていうのもあり、うん、あとやっぱりこのなんか、その、飛び飛びでやってるのの、うん、良いところというか、うん、きっとさ、ガッと集まってバッと撮っちゃうっていうさ、その時のこう、うんうん、なんつうの、気分とかね。モードとかね。ね、モードでさ、うん、ガツッと撮っちゃうっていうのも、うん、きっとその良さもあるんだけど、うんうん、今回のこのなんか、ね、ちょっと撮って、うん、また開けて、うん、新曲練習して、また撮ってみたいなやり方も、うん、僕は結構ね、なんか、いわゆるチャンプレコードになってからは、ほとんどなかったスタイルですけど、うん、そうだよね。うん、面白いなと思って、うんうん、毎回毎回なんかこう、フレッシュなというかさ、うん、なんだろうな、一曲一曲を、うん、完成させることに、うん、なんかこう、全力でいける感じがあって、うんうん、まあ今までが別にね、全力でいってないわけじゃないんですけども、もちろんね、うん、うん、よりなんかこう、一曲を、あ、もっとこうした方がいいかなとか、こういう感じも面白いかとか、うん、なんかね、ああだこうだとこう、なんかこう、想像する時間がこうあったりなんかして、うんうん、そこが僕面白いなと思ってね、なんか、ね、うん。よかったっすね、そこはね。うん。まあ、これまでと違うやり方。まあ、必然的にね、こうなってるって感じではあるんですけど。うん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 。ただ、なんか、怪我の功名というか、結果を追わないというか。うんうん、うん、なんか、ちょっとずつ、ちょっとずつ何かに近づいていってるなっていう感じがね。うん、うん。して。これ、またね、もう少ししたら、まあ、もうご想像の通りだとは思いますけども発表されると思います。何かになっちゃうんでしょうね。何かに近づいてるのでね。で曲がこう、一個一個の曲が集まって合体すると何ができるのかっていうことですよね。もう答えを言ってしまってますけども、ね。そこを想像してもらえれば。はい。ね。何かしらの、うん、何かしらの発表がだからされるよね、これきっとね。ね。そういうこと。急に出ないよね、うん、多分ね。そうだね。うん、明日出ますとかそういうことじゃないと思うんで、うんうん、何かしら発表あると思うんですけど、ね、と思いますけど。でもやっぱ、そうだね。なんか、新曲出すってなんか、いいね、うん。
バンドとしてね。いいじゃないですか、なんか。バンドの態度としてさ。そうそうそう。なんかこう、俺らもさ、曲はいっぱいあるわけだからさ。うんうん。確かにさ、なんつうの？録音してさ、新曲出さなくても、うん、うんうん。じゃあライブやってくださいって言われたら、いくらでもできるところもあるじゃない。うん。実際まあライブもいっぱいやってるし、今ね、うんうん、オールタイムベストとか。うん。でも、新曲を出すっていうのは、うん。なんか、バンドだなって感じになるね、やっぱね。そうそう。そうなんだ。態度として正しいっていうかさ。うん。僕ね。現役だぜっていう感じはあるよね。うん。うん、僕さ、まあ、ヒットアーティストっていっぱいいるじゃないですか。はいはい。日本の中でもね。うんうん。で、チューブって知ってますか？知ってますよ。チューブ。チューブですよ、前田さん。ええ。ああ、夏休みのチューブですよね。そうそう、そう、チューブって、うん、もう、ほとんど毎年1枚ぐらいアルバム出してて、お、もうね、40枚とかアルバム出てるんですよ、確か。すげえな。40枚すごいね。すごい。うん。で、僕、そういうのって、昔はね、ちょっと生意気ですけど、うん、バカにしてたんですよ、気持ち的に。ああ。なんか、もう、惰性で作ってるだけなんじゃないか。うんうん、ああ、なるほどね。はいはいはい、はい。そんな情熱はないんだけど、仕事として作ってるだけなんじゃないか。うん、ノルマみたいになってんじゃないの、うん、っていう呼び方ね。思ったんだけど、うんうん、僕がね、自分もそういうふうに、アルバムとかさ、曲をまあ、定期的に作っていくようになって思ったのが、うんうん、そんな簡単なもんじゃねえんだと思ったんですよ。あ、なるほどなるほど。すごいなと思ったんですよ、だから。うんうん、毎年1枚アルバムを出す、うん。しかも渾身のものを作り上げてるっていうのは、うんうん、これ、過去の自分との対決でもあるし。なるほど。だから、まだ自分がここまでいけるんじゃないかっていう、うんうん、未来へこう自分の石を投げるというかね。うんうんうん、そういう行為なんだ。すごくね、すごいなと思ったんですよ、とにかく。うん。うん、これから、すごい、うん。それはすごいよ。チューブさんすごいな。もう、うん、ステージの前にスプールを作ってさ、バイクで登場してくるとかさ。ああいう派手な演出の裏には、すごい、やっぱり、クリエイティブとの戦いみたいな。そうか。あるんだなと思ってね。戦ってるんだね。戦ってんすよ。だから、それは、本当にだから現役で続けて、やっぱり、新曲を作り続けてライブもやってるっていうのは、これ最強だなと思って。そうだよね。これなんですよ。現役バリバリだよね。そうなんですよ。それはね。うん。だスクービードゥーもそこを行くと、うん、かなりバリバリじゃないですか、僕ら。そうなんですよ。だから今、自画自賛してるわけですよ。前田さんを借りて自画自賛してるという。自画自賛をした時間だったんですよ、今は。前田さんもすごいけど、我々も、ええでっていう話ですよね。そうですよ、うん。いや、だからもう、これ、我々も、もう、何枚アルバム出てるかちょっと、わかりませんけど、15枚、出てますね、15枚ぐらいか。すごいよね。それもね。だから、目指せ41枚ぐらいですからね、もうね、うん。まだまだ出るよっていう。うん、だ今年も多分出るんだろうなっていう ね。はい。そんな我々です。ちゅうわけでね。はい。アルバムやっぱ出すのは僕らにとってほら、毎回夢じゃないですか、言ったら。まあね、夢が叶う瞬間ですからね。そう。夢を叶えてね、バンド続けてきて。うん、はい。また今年も叶っちゃうよっていう話ですからね。まだわかりませんけどね。まだわかりませんけど。わかりませんけど。それをまだまだまだ。まだね、夢破れるかもしれませんけど。わかりませんからね。それはね。予断は許さない。はいはいはい。でもそこに向かっています。という。あ、そんな。答えを言っちゃってますね。あれだけ前半でオブラートにくるんだにもかかわらず。いやいやいや、どうなんでしょうか。どうなんでしょうか。何が起こるかわかりませんけど、ね。わかりませんからね。一寸先はハプニングってことになって、はい、しまったところでね、はい、スクービードゥライブはいろいろ決まっておりまして、うん、はい、来月はね、新潟福島にオールタイムベストで行きますから ね、はい、そして今週は今日ですね、うん、トゥーがあるよってことで、はい、これはね、配信もあってアーカイブも2週間、うん、明日ですよ、ありますね、24日ですよね、木曜日ですよね、明日だ。ごめん。うん、木曜日。明日でした。24日の木曜日ね。そうです、はい。アーカイブ2週間残るんでね。はい。ぜひともお好きな感じで楽しんでください。はい。そしてリーダーもライブがあるということで。27日の日曜日にね、バンドマンもジャズルより、
別所和弘くんと、池上本明院というとお寺でやりますので、これも、夕方5時スタートですので、ぜひ、遊びに来てください。というわけで、はい。うん。じゃあ今週はこんな感じかな。はい。それでは、また来週。